大島光義は、戦国時代の武将、安土桃山時代から、江戸時代初期の大名、弓の名手、美の国籍藩書大藩主。生は、大島とも記される。通称は複数伝わるが、大島雲八の名で知られる。美の国寛大島、または、山形郡の出身という。12年に、父、が、山形合戦で、多くの家臣と共に戦死し、 幼少にして、孤児となったが、縁者の大杉壇上に育てられる。十三歳の時に、美の黒人との戦闘で敵を弓矢で仕留めた。はじめ美の斎藤氏の家臣、長井道俊に属し、関、家事伝月船の加事田代工場戦に従軍。長井氏没落後、A67 年に、織田信長に召し出され、弓矢しがる頭となった。A61 年9月付けで、 信長から百貫分の土地を与えられた。元気元年、姉川の戦いで先行。坂本の戦いで、信長に、白雲を穿つような働きと、称され、命により、通称を、雲八と改めた。以後、江北、越前、長篠の戦いで先行を挙げ、安土城山戸切れことの武行も務めた。天正十年六月。 本能寺の変の際は、安土城に在城をしていたが、変法で、安土の町が荒れると、妻子を連れて帰郷しようとし、国境を閉鎖した、一騎勢へと戦いながら、美濃へ帰還した。その後、斎藤都行に味方し、森長義と戦い勝利した。清須会議で、李隆が、織田信孝の寄り気になると、光義吉は、庭長秀に属して、 静ヶ岳の戦いに参陣して先行により八千国に加増されたとも、同年十一月に、橋場秀吉に召し出されて、弓足軽大将になって六千国を領地したとも言う。あるいは、秀吉に志向して弓大将になったのは、長秀の死後、長茂の現地によるという見方もあり、天正十三年には、大海の治行地の代替として、 摂津国と島軍に3535 35 35国を治業されている。その後、豊臣秀治月となり、秀次の命で京都奉還寺八坂の塔の窓に矢を十本本込んで見せたという。天正十八年の小田原征伐に参加、秀吉本人で三百騎を率いた。文禄元年からの朝鮮出兵でもゆんで二百人を率いて、非前名古屋城に在陣した。 慶長三年には、美濃国むしろ田軍、尾張国愛知軍、中島軍、摂津国豊島軍、向こ軍内の一万千二百国に数をされた。慶長五年、着南、三成と共に、老齢九十三で、藍津征伐に従軍し、石田三成挙兵を知るが、上方に妻子を取られた諸子の帰国を許すという徳川、家康に対して率先して恩義に報うべく、東軍に組みすると言って、 関ヶ原の戦いに参加。次男、三政や三男三都市は西軍に組みしたが、大島勢は、東軍で武功を挙げたことから、三政や三都市の罪は許され、帰って戦後に、家康から、新壺、大足を与えられた。また、美濃国の、梶田村、木沼る村、川辺村、麦郡、大葉間村、等、摂津国の伏見内の地も加わり、一万八千国に、 火蔵された。この時抜獲の本田正摘から文吾国薄気城主に推挙されたが、辞退している。また南部都市直が家康に献じた高庭を賜り、抗議の高場の利用も許された。関ヶ原の一年後、家康に堀岡晴れ、猪子一時、船越影直らと共に呼び出され、昔話などをしたと伝わる。慶長九年八月十三日、十七歳の 長寿をもって死去。生涯53度の合戦に臨み、41通の感情を得たと伝わる。死後、家徳は、自分と共に東軍に組みした三成が継いだが、所要を4人の息子たちに分置、それぞれ1万国以下の旗本となり、ここに赤藩は廃藩となった。三吉の墓所のある大雲寺は、三吉の画像を所蔵しており、赤市役所には、 三吉用の甲冑が展示されている。現在の京阪本線墨染駅の西側に、深草大島屋敷町という地名があるが、これは三吉の伏見屋敷があったことに由来する。また、豊中市の大島町も三吉の丘陵であったことに由来する。ありがとうございます。